はい、こんにちは、山亮と申します。さあ、今日はですね、告知参加者募集ですよということで、何かというと内々連盟というね、連盟を作ることになりました。まあ、勝手に言ってるんですけどね、書いてある通り底辺 YouTuber をここに集えということで、底辺の底辺による底辺のための連盟をね、作っちゃいましたよということでございまして、ね、なんなんやとね、いうことはね、思うになると思うでしょう。なんやこんな決体なということなんですけどね、まあ、それなりにね、ちょっと頑張って作ってみました。どういうことかというとですね、内々連盟とは何なのかということですね。これはですね、いわゆる登録者がいない、収益がないという内々、ね、2つの内の連盟です。底辺 YouTuber を対象に包括的なマーケティングを総合実施する目的の連盟となっています。なんかそれっぽい言葉で書いてありますけど、要はこの登録者が、ね、いないところっていうのは何が問題かというと、登録者がいないもんで余計に検索エンジンとかにも引っかかりにくいとかね、いろんな、そういったね、諸問題があって、実際には結構ね、いい動画作ってるのにね、全然なんかさ、ね、伸びないよっていうね、ね、私がそうとは言いませんけど、さすがにね、私の動画もひどいんでね、あれなんですけど、ね、実際にはね、見てたら、なんでこの動画これぐらいしかね、再生入ってないんだろうみたいなね、もうに出会うこともあるわけでございますよ。それなんでかって言ったら、やっぱしね、登録者数が少ないと、それだけでね、検索にね、引っかかりにくくなるんですよね。そう、同じワードを入れてもね、50ページぐらい先にね、ガーってスクロールしないと出てこないかったら、まあ、それ誰もそこまでたどり着きませんからね、っていうことです。で、いうので、そういった、方たちが、比較的ね、その検索しやすくなるような、ちょっと工夫をしていこうじゃないかということですね。それで登録者数をね、増やす機会をね、機会をあね、どんどん作る、ね、ようなことをやっていきたいなということでございます。で、まあ、他にも下に書いてありますね、登録者数の少ないマイナーチャンネルを紹介するポータルサイトを目指してね、それで効率的な新規顧客獲得がね、できるような土壌を作りたいなということですね。また、スターステールのね、品質保証センターという保証センターをね、勝手に作ってるんですけど、これによるね、品質検査を、無料で実施しますよということですね。で、品質保証書を発行します。作る、で PDF で、発行するような形で、システムを作りましたので、それでね、品質の向上及びさら、なる、顧客獲得を、狙っていきましょうということでございますね。と言ってもね、いまいちまだピンとこないと思いますんでね、まあ、目的特典をね、まとめてみました。一つ目ね、内々連盟目結成の目的特典として、1、底辺 YouTuber の認知拡大、収益化の相互支援となっております。まあ、これ収益化の総合支援というのは、お金をね、稼いでる人がね、分け与えようという共産主義的なことではなくて、要は収益化に達成できるように、よりね、お金が稼げるように、そのチャンネルの、再生維持数とか、チャンネルの登録者数を、増やせるような、やり方をね、お互いで工夫していきましょう。特にね、お互いでね、例えばそれこそ10名しかね、いないよっていうようなね、人がわーっと言いましたとしましょう。でもその人が10人集まって、お互いの登録者さんでね、あ、こんなチャンネルもあるんやって言って、こっちも一緒に登録してくださいよってすると、10人が集まったら、それで100人の登録者数に、することができるっていうような発想です。ですので、特にね、これはね、我々底辺 YouTuber がなかなかその拾ってもらえないっていうのもありますし、もう一つ、ね、なかなか大手さんじゃなくて中小のやつも見てみたいなっていう人もね、いると思うんですよね。まあ、大手さんばかし見ててもね、あれだしね、たまには中小のね、まあ、それなら言うなら、マクドナルドね、ばかし行くのもいいけど、たまにはね、街のね、なんか、おしゃれな、おしゃれじゃないけど、うちのところの場合やったら、おしゃれじゃないけど、まあ、街のね、ハンバーガー屋さんみたいなとこも行ってみたいけどね、なかなかマックと違ってね、そんな一軒さんが入っていいのかとかって言ってね、ちょっとね、不安なところとかもあるじゃないですか、そういうのを解消するため、目的で、もう作ってます。ですから、そういったね、こういった底辺というかね、登録者数が少ないようなね、チャンネルでもね、見てみたいよっていうね、興味のある方に入っていただきやすいような、で、そういう人たちにヒットしやすいように、ある程度ね、数が集まれば、それでシナジー効果が生まれて、検索エンジンとかにも引っかかりやすくなるっていうようなアルゴリズムがありますんで、そういったところを狙って作っております。で、2つ目がコラボレーションなどのシナジー機会の設定。これがシステム的なね、さっき話したのがシステム的な、認知度の向上とかそういうのに対して、こっちはいわゆる人と人との交流ですね。で、これもね、底辺 YouTuber はなかなかしにくいんですよ。っていうのは、ね、有名なところ同士だったらね、その、
コラボレーションってよくやってるじゃないですか。でもコラボレーションやるにはお互いのパワーバランスがないと無理なんですよ。それはね、例えばチャンネルと登録者数が同じぐらいいるよ、でちょっとジャンル色違いのところだから、お互いにやることによってそれぞれの、お客さんを獲得しましょうということなんですけど、これ例えば、ね、10人しかね登録者がいないところと10万人のところが組んでも、10万人のところの人メリットないじゃないですか。10人しかいないし、その10人になってもうほとんどその10万人いたらそっちの人が、もう登録終わってる人かもしれない。で増えたところで10人っていうような、感じなんで、なかなか、メリットがね少なくなる。まあそういう場合は例えばお金を積むっていうケースはあるんですけど ね何百万円出しますんで、ちょっと一緒にコラボしてくださいって言って、じゃあねそれでコマーシャリングですよね、広報目的でそういうようなやるとか、まあ、もしくはね登録者数自体はその差があっても、例えば社会的地位がある方が、例えばねどっかの、ね、大企業の社長さんがね、その YouTube のその広めるのにちょっと手伝ってくれんかって言ったらね、それは組んでね仲良くなることでメリットあるじゃないですか。そういうような場合もありますけど、基本的にはね何のねチーム権力もない、そして登録者数もいない我々のようなところだと、なかなかそういったコラボレーション機会というのも少ないんで、そういったのをねお互いでやってきます。連盟の中同士はねちょっとそこら辺あれうまいことやっていきましょうよというような感じで、やっていく、連盟を目指しております。で、まあ、3番目としてはスター制度の品質保証センターによる品質保証書の発行、まあ、これは特典になってきますよね、こういったものを行っていきます。まあ、加盟チャンネルのそれで品質の向上ね、まあ、品質が、ね、分かるようにする、いわゆる明確化にする、これね結構データを、ね、解析するような形で作ってありますんで、まあ、それでね、さらなる向上にねつなげていっていただきたいし、まあ、こういった保証書があるということによって、これが一つのね底辺誘致はねそのチャンネル登録者数が少ないところので、安心してね一般の人はこれね最終的にはね内々連盟のねちゃんと品質保証書これ出てるところだったら、これ見たらねこれやったら安心して、うちも動画ちょっと見てみようかなってなれるようなね、そういったねところにしていきたいと思います。まあ、これをねTwitterで拡散するような形で、そういった、情報のねデータベース化なんかも測っていきたいなと思ってるんですが、じゃあ実際にじゃあこの品質保証センターの品質保証書ってどんなんなんやってねいう意見あると思います。で、一応例文みたいなものを作ってみました。こんな感じです。品質保証書ってどんなものなのっていうと、まあ書いてあります。これちょっと有名チャンネルさんのところを作りましたけど、専門も IC さんっていうねキズチャンネルのところなんですけどね、まあ、こんな感じでできます。登録者数、チャンネルの登録者数、視聴回数と、あと公開動画数、あと MPF 値、これは、登録者数対動画数、またこのあたりはね、詳しく解説してある動画もね、概要欄にありますので、ちょっとそっちから見てください。ちょっと20分ぐらいありますんでね、あれですけど、WAV 値、あとはね、WAV 値っていう、動画の平均視聴数ですね、これもまあ分かりやすいか。あと FDK 値っていう、上位5動画の再生数総和っていう、数値計測を、行います。これによってデータ解析を行って、例えばここでね専門マイシーさんのチャンネルを出してありますけど、まあね、専門マイシーさんの場合は登録者数ももう960万人いるっていう大きいチャンネルなんで、ただ、これは10点満点になってます。ね、一応1000万人を超えた、チャンネルが10ポイントになるっていう設定にしてあります。かなりちょっとハードめの設定にしてありますけどね。で、視聴回数は、これは、67億ね。で、これも8ポイント。これも、100億で、10ポイントだったかな。結構、いや、なんや、めちゃくちゃ設定高いやないかね。底辺誘致をどうやって越すねっていうふうになるかもしれませんけど、すいません。この品質保証書は、トップの YouTuber から、すべての YouTuber さんを、品質を、こう、正確に表すために作ってますんで、当然ね、ちょっと上の方の数値は高くなってます。で、専門マイシーさんの場合でしたら、MPF 値とかはすごく数値が良くて、これはもう10ポイント獲得と。で、WAV 値や、FD 値っていうのも10ポイント獲得してるんですね。公開動画数は実は意外とコンテンツ数は少なくて6ポイントになってます。まあ2900あれば全然、ね、多いんですけどね。うん。そう、全然ないところはこれが0ポイントになりますから。っていうような形です。で、その総ポイントが52ポイントで、これ50ポイントを超えると S クラスっていう扱いになりますよっていう、作り方にしてあります。ですので、この場合でしたら、S クラス獲得と、
というような形になっておりますよということですね。で、ジャンルもここに載るようになってます。でこれもね、自動計算でね、入るような形で作ってありますんで、数値のデータだけね、こちらの方で確認します。その数値をね、Excel でね、バーっと打ったら、自動的に計算が上がって、この品質保証書が出来上がりますよっていう、システムを作ってあります。無駄にそういうの作ってますんでね。で、まあまあ、それなりに、もう自分で言うのもなんですけど、まあまあ、それっぽく作れたかなと思ってますんで。で、まあ、チャンネル概要はね、うちの方で見てみて、まあ、こんなチャンネルですよっていうのと。あとは、このデータとかね、あとは見てみたところから、まあ、うちの、ね、担当者からね、品質保証センターの担当者から、この提案ができるような形、まあ、しばらくはね、私がやると思いますけど、数値の取り方とか全部ルール付けというかね、まあ、ちょっと画像を見てもらう方が早いかな。こんな感じで、数値がね、データベースになるような感じで作ってありますんで、であとはもう数字もね、あとは持っとるデータね、YouTube で公開されてる動画、データを、あとは入力すれば、まあ、言っちゃ悪いですけど、誰でも作れるようにはなってますんで、まあ、概要欄に言うと、まあ、特典の分布表を一応明示しておきますと、こんな感じ、登録者数はこれぐらいで10ポイントで、まあ、少なくなっていくと、3、2、1と、ポイント数が減ってきますよっていう感じですね。で、そのポイント数に合わせて、まあ、クラス K から、S までね、0ポイントないんちゃうかっていう、ね、どうするんやっていうところなんですけど、基本的に、動画の投稿本数が10本あれば、これ、1ポイント入るようになってますんで、後から説明しますけど、基本的には10本以上動画がある方を、審査しますんで、これ K は絶対1ポイントは入りますよっていう計算なんで、K より下は作ってないです。一応例外として、うちの、ちょっといろんなね、例えば犯罪報酬をするようなやつとか、まあちょっとグロテスクなものとかで、ちょっとうちで品質としてこれは異常がありますよ、品質として不適合って言うんですけど、こういうのちょっと品質業界の業界用語ですけど、品質上の不適合品と、判断した場合には、その不適合理由ね、異常内容ね、NG 内容を明記して、不適合という扱いにさせてもらう場合がございますよと、いうことです。まあ、それでね、逆に言うと、あ、ちゃんとね、そのあたりとかも見れて、あ、ちゃんとした品質だなっていうのが分かるような、ところにね、していこうと思ってます。一応、こういうような、数値で明確化をしております。これで分かるようになってますよということでございますね。で、実際に、それで数値を取ってみれば、このトップクラス、専門マイスさんの場合は S クラスになります。52ポイントですんでね。実際には50ポイントからか。で、A クラスは40から49とかですけど、まあ、多分、基本的には、ね、我々底辺 YouTuber とかになってくると、これが HI とかね、このあたり、GFG とか、このあたりが取れたらいいのかなっていうところになってくると思いますけど、まあ、それはね、一つの格付けでございますんで、まあね、これはもう、仕方ない、データとしてね、出ますので、よりね、上を目指していくためにはどうしたらいいのか、そのために数値を上げると、ためにどうしたらいいのかとかね、そういうのもね、見えてきます。そうするとこの数値が良くなるイコールこれはちゃんとそれが収益化とかにつながるようなロジック組んでありますんで我ながらねそういうの考えるんだけはねまあまあできますんでね自分で言うなって話ですけどねまあ、いうような感じで作ってありますですねこれ無料で作りますんでですから今とりあえず私が作ってますけどこれもうちょっとねエクセルできる人だったらパッと作れますんでうちのメンバーはね多少エクセルできるやつも何人かいますんでもしねわーってね殺到した場合にはねちょっと何人かで、仕事割り振ってねちょっと入力して検査書を作ってっていうような形でね発行させてもらいますですのでこれは多分無料でずっとできると思いますんで、ぜひやっていこうと思いますで参加条件だけね、一応説明しておきますまず1つ目、チャンネル登録者数1000人未満、要は1000人を超えてると収益化ができてますから、ないないじゃないやろということで、1000人未満のチャンネルが、対象になりますよということですね。で、投稿動画数は10本以上。すみません、これはね、ちょっと先のところもちらっと言いましたけど、さすがにちょっとね、10本以上ない、コンテンツがね、全然10本未満のところだとね、さすがにそりゃね、そういうところまでね、言い出したきりがないんで、まあ、最低条件として。いうところでね、10本はちょっと動画を投稿してある状態で、どういうコンテンツがあるのか、ね、こちらの方でデータを取らせていただきたいと思います。で、登録者数の公開設定は公開にしてやるのが原則になります。っていうのは、これでないと結局、うちのデータ通りができないんで、
これはちょっと公開設定公開にしてください。今、チャンネル登録者数ね、YouTube で見たときに、今ここのチャンネルは何人登録者数がいますよっていうのが分かる状態ね。あれをお願いします。あとは、コメントは原則公開でお願いします。で、一応数値として、総動画数の、公開率 80% 以上とさせていただきます。まあ、ちらっとね、確認させてもらって、ちょっと非公開が多い場合には、すみません、データを取るときのね、これからね、マスデータね、いろいろと取ってきたいよ、みんなでね、倉庫で情報交換したいよっていうときに、やっぱコメントってすごく重要なんですよ。ですので、そのコメントが入ってる、ね、底辺なところは入りませんから、あれですけど、ただ、非公開にしてあるっていうのは、原則はちょっとなしにしていただきたい。そうしないと、こっちも、お互いのシナジー効果を狙うデータが取れませんので、よろしくお願いしますと。ということでございます。ここはちょっとご協力お願いしますということです。で、ジャンルは問いません。ノンジャンルなんですけど、グロテスクとか犯罪斡旋などね、まあ、山田さんがね、私がもう NG と判断した場合には、いや、不適合と判断したものには、参加を拒否させてもらうことがございます。これはあらかじめご了承ください。その際には、動画等でね、こういう理由で、ここのところは、不適合と、させていただきますというのは、原則、動画で、ノーガードでやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。ということですね。で、1人に関しては条件を満たさなくても、ご参加いただける場合もございます。では、チャンネル登録者数とね、動画投稿本数ね、まあ、ちょっといろいろとね、諸事情あってとかね、そういうのが、まあ、あるなという場合にはね、こちらも全然加味しますし、まあ、逆に言うと1000人以上のところの人がね、入ってきてくれたらね、逆に拡散力強い方が入っていただけると、すごく助かりますので、そこはね、一応ね、内々連盟とは言ってますけど、それを、いうのは全然いやいやいや、もう、うち1000人超えとるけど、全然もう底辺やから、もう入れてよっていうんやって、もう全然ね、もうこっちの人もウェルカムでございます。それは全然、連絡してください。山田の方まで連絡ください。連絡先ね、動画の概要欄にございます。まあ、Twitter とかね、そのあたりでね、入れてもらえれば、もうすぐ、パッとやりますし、まあ、コメント欄でね、うちのチャンネルお願いします、みたいな書いてね、チャンネルからね、アクセスしてもらったら、もうそのまま、ピッピッピッとやりますんで、もう全然コメントでピャッと言ってもらったら、すぐ、もうお手軽にさせてもらいますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということです。で、これね、参加条件のところでね、費用一切かかりませんから、これ無料でできますんで、お気軽にやってください。で、入会費下もかかりません。ね。別に大会費用とかもかかりませんからね。で、入会後に、収益化達成した場合に、もうそのままね、任意で、ぜひ、連盟にね、所属できます。まあいいや、もううちのところは育ったんやから、もうとっととさ、こんなところね、底辺のやつだとは、ね、付き合ってらんねえよって言うんだったら、まあそれは全然構いませんので、バイバイっていうことになりますけどね。まあ、もしよかったらね、ぜひ連盟にね、そのままね、継続参加してもらって、新しくね、出てくる YouTuber さんのね、控除といいますかね、いわゆる、手助けとね、うちのチャンネルとかのこの拡散にね、情報拡散にご協力をいただけると、なお一層ね、盛り上がると思いますので、ぜひ、これはご協力いただければと思います。で、まあね、書いてませんけどね、まあ、いやいや、こんなことを考えたね、山田さん、素晴らしい、もうね、そんな無料なんて言わずにね、もうぜひね、お金をね、寄付したいという方がね、万が一言いました場合にはね、全然やぶさかではございませんので、振込先口座とかね、ご用意しておりますので、若干用意してるんやっていう話なんですけどね、うん。まあ、そういう方の場合はね、また言ってもらったら公開講座とかね、ありますんでね、いわゆるお心づけといいますかね、そういうのは全然お待ちしておりますんで、お金面は言うてね、収益化ができてないんで困ってますんでね、ご協力いただける方ってね、スポンサーいただける方は、ぜひよろしくお願いいたしますと、いうことでございます。その際はまたご連絡ください。追って領収書の箱とかも全然郵送で対応しますのでね、ぜひよろしくお願いいたしますと、いうことで、まあ、費用化の感じ、こういう感じでございます。で、まあね、こういう風にしてやっていってね、ぜひね、底辺 YouTuber のね、みんなでね、盛り上がっていきたいなと思いますし、で、ね、逆に皆さんもね、それで、ね、なんや、面白いチャンネルあるやないかって知ってもらうね、いわゆる機会獲得をね、の場にしていっていったらなと思っております。で、ついでに、ね、こんなね、素晴らしいね、ね、この、工場の精神を持ったね、チャンネル素晴らしいじゃないかと言って、
登録とかね、うちのねスターステルチャンネルのね登録とかね、していただけると、これ幸いでございますので、よろしければあとねコメントもね、コメント本当すごくね嬉しいんで、コメントあの全然もうガンガン読んでますんで、ぜひいただければと思います。ということでね、まあ、この動画ね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。またこれのティザンムービーだけ撮ってね、終わらせようと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ということで、この動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。